続きまして、次世代 X ニクス半導体創生拠点形成事業について、文部科学省研究開発局環境エネルギー課吉本拓郎様に講演いただきます。吉本様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。我々の方で文科省、次世代 X ニクス半導体創生拠点形成事業ということで、今年度より、事業を開始させていただきました。環境エネルギー課の、課長補佐をしております、吉本と申します。これ経緯なんですけれども、これ昨年の11月15日の、半導体デジタル産業戦略検討会議の方で、経産省さんの方の確か、プレゼン資料だったと思いますけれども、基本的には、産業っていったところでは、経済産業省さんの方が、これまで引っ張ってこられて、で、我々文科省の方では、大学のその研究開発とか、人材育成、そういったところが、一つの役割だというところで、ただですね、文科省の方では、半導体の集積回路っていうところで、もちろん、個別のプログラム、科研費とかも含めてはあったんですけれども、拠点事業というものは、これまで、少なくとも10年間ぐらいはなかったので、そうしたところでちょっと協力をしてですね、新しいことが始められないかということで、検討してきたということになります。皆様ももうすでにご案内かもしれないですけれども、そういった中で、昨年度ですね、補正予算と、それから、令和4年度の予算で、合計で39億円なんですけれども、こういった事業を、始めさせていただくことになったと。で、これ名前で、皆さんその X ニクスっていう形で、呼んでいただいていて、これもともとこういう名前にしたっていうところが、この、今の資料のですね、上の方にありますけれども、省エネ高性能な半導体創生に向けた新たな切り口、X と。これもともとスピントロニクスとかエレクトロニクスとか、そういう意味で、何か新しい、もの、X ニクスってことでつけたわけですけど、X っては新しい切り口。必ずしもそういう、そのスピントロニクスとかでも限らない、設計とか新しい原理とかですね。そういったことを、これから日本として進めていくべきじゃないか。で、それから X でもある種の掛け算ですね。これまで、この集積回路の運営にいなかった人も、材料の方とかも呼び込んで、なんかその面白いことができていくと。これはもしかしたらその日本も起死回生のチャンスが出てくるんじゃないかということで、こういった、名前を付けさせていただいたということになります。で、昨年度末ぐらいにですね、審査を行いまして、こういった審査員の方々に、いろいろ県学学議論をしていただいて、で、9件、応募があったんですけれども、ここに記載のある東大、それから東北大、それから東工大の3件が、採択をされたと。この詳細については、この後に、先生方に、ご講演いただくことになるかと思いますけど、オールジャパンとしてこの、3件が選ばれたというふうになります。で、これ、また繰り返しにはなりますけど、東工大の方では、基本的にはそのシリコンエレクトロニクスの、強い研究者が集まって、で、豊橋とか広島にはクリーンルームもありますので、そういった、オールジャパンの体制というところで、特徴があるのかなと。それから、東大の方では設計を軸にした、プラットフォーム、自動設計のプラットフォームというところを中心にやっていただく。それから、東北大の方では、スピントロニクス技術、これをしっかりものにしていただくということで、割とその、半導体、かなり、幅広い、分野ですけれども、ある種、こう、違う形で、違うものがですね、こう、配置よく採択できたかなというふうに、考えております。で、これプログラムの運営体制で、やっぱりその、半導体の集積回路の拠点事業としては、おそらくは初めてというふうになるので、しっかりやっぱりその、当然その個々の研究機関の研究ってことは進めるんですけども、やっぱりその人材育成とか、いうもの、それから、これ拠点ごとの連携だとか、いろいろその、もしくはその研究内容についても、いろんなこの熾烈な半導体の競争、それからかなり技術動向も、すごいスピードで変わってるというふうには聞いてるので、そういったところを取り込みながらですね、うまく、マネジメントしていくところが、重要なんじゃないかなというふうに考えていて、で、それでこういう PD にルネサスの日高先生、それから石内先生、金山先生、谷口先生、一応この4人の方の、
お知恵をいただきながらですね、拠点と意見交換をしながら事業を進めていっているというふうな形になります。で、これ、まあ、すいません。ちょっと簡単で恐縮なんですけど、まとめということで、まあ、これ、事業の、やっぱり意味っていうところが、まあ、特にロジックを中心に、産業のところではシェアがかなり落ちていると。ただ、やっぱりその、研究者っていうところでいくと、ポテンシャルをまだまだ持っていて、そこをどう、そういう切り口で大学としてどういうふうにこの半導体の世界で、存在感を出していくのかっていうところが、一つこの事業の役割なのかなというふうに思ってます。で、これ、まあ、1でグローバルレベルのテクノロジーリーダーを輩出するということ、まあ、これ人材育成、やっぱりその大学でやっていくので、まあ、学部生とかも含めてですね、当然修士、博士、ポスドクも含めて、次のリーダーというのを出していくために、そのために、最先端の研究ということを進めていくと。で、それから2点目で、これやっぱりその拠点っていうところがやっぱり重要かなというふうに思っていて、で、ここではまあその個別の、まあ、例えばその JST で言ったら、戦略的創造研究推進事業とか、まあ、個別の研究開発ではそれぞれプログラムがあると思うんですけど、ここはやっぱりその統合ですね、まあ、統合化っていうのは一つのキーワードだと思うんですけど、まあ、この集積回路の分野ではデバイスのレベルだけじゃなくてしっかり集積回路まで持っていくと、でそれで検証ぐらいまでやるっていうところが大事なんで、でそれはなかなかその個別の研究っていうところまではそこまでできないので、やっぱりそこを統合してやっていくっていうところ、それから連携共用っていうところで、やっぱりその全国を見渡すと半導体の関係の研究者たくさんいらっしゃいます。でここでそれぞれ毛色の異なる3つの拠点ってことを採択させていただいたので、そこの仕組みっていうのをしっかり他の方にも使っていただくっていうようなことをしっかり進めていきたいなというふうに思ってます。これちょっとまだ金額的にはその年間で当初予算だけでいくとその9億っていうところではあるんですけど、これ10年じっくりやっていきますので、まあそうした中でですね、この次のその半導体、日本の復権というところに向けて、アカデミアがどういうふうに貢献していくのか。それはまあ、間違いなくその、人材であって、で、人材から生まれるその次の研究シリーズがあるわけですけども、まあそこをじっくりですね、取り組んで、まあかつただ、かなりその、技術的にも足の速い世界っていうふうにかなり痛感をしているので、そこをしっかり取り込みながらですね、この事業を進めていきたいなというふうに、考えています。簡単ですが以上です。ありがとうございました。吉本様、ありがとうございました。